修繕作業は宮古工業高校自動車機械システム科3年の生徒たちが地域への恩返しプロジェクトの一環で持ち前の塗装技術を生かして行っているものです。運び込まれた3体の守君は日々の激務で塗装が剥がれたり傷やへこみが目立ち、生徒たちは守君をねぎらうようにひび割れの補修やパーツごとの塗装を行いました。この守君は自分たちが生まれる前からこの地域の安全を守っているので、それを自分たちが直さないと、誰が直すんだっていう気持ちで塗装してあげました。3体の修繕は10月中旬頃に完了する見通しです。